今回は最良の選択1というお話です。人生の選択を後悔しないための2つのこと。人生のさまざまな選択に後悔しないようにするためには2つのことをすればいいだけである。1、理性で正しい選択をすること。2、過ぎたことにくよくよしないこと。選択には正しい判断力とそれを速やかに実践する行動力がいる。その正しい判断力を邪魔する存在が自我である。自分の感情というものにこだわらなくなればもっと楽になるが、人間には感情がつきものである。世間一般には自我のない人はまずいない。自分が可愛い、自分が大事、みんな自我があるがゆえに悩みや苦しみを深くしている。自我を抜きに判断すること。人間社会のトラブルの原因のほとんどは自我のぶつかり合いによるものである。我々が楽しいと思うのは自分の自我を認めてくれる人と一緒にいる時である。社会で友達を作ろうとするのは自分の自我を受け入れてくれる人を探していくのである。自分の自我を認めてくれる会社はないか、自分の自我を認めてくれる結婚相手はいないかと思って常に探すのである。けれども自我というのは結局のところ自分が一番大事という感覚だから、そういう感情を強く持っている限り本当に他者と互いに認め合うことはできない。つまりはみんな手に入らないものを求めている。そうは言っても悩まずにはいられないのが人間である。ではどういう生き方をし選択をすればその苦しみから脱することができるのか。物事の判断と選択を自我というもの、感情というものを抜きにしてやればいいのである。もう迷わなくなる最良の選択。人生を後悔しない決断思考の磨き方。アルボムペス・マナサーラ著。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。チャンネル登録、コメント、いいね。をいただきますと、今後の励みになります。